夢は消えろ、地獄へ行け。今日もご機嫌麗しいお過ごしのようで。嫁は下等生物なんだから、姑の言うことは全部聞け。承知しております。頭が高い、控えろ。はは、早くどっか行け。そのうち行きます。もっと可愛い嫁が良かったわ。ブスでのろまな亀みたいなハズレ嫁もらって、私ったらなんてかわいそうなの。お辛いですよね。私も息子の嫁が亀だったら嫌です。ねえ、あなたいつになったらこの世から消えてくれるの。あと60年くらいですかね。でも医学が進歩してたらもっと生きられるかもですね。私は手を汚したくないから、自分で言ってくれないかしら。それもちょっと厳しいですね。人様に迷惑かけますし。ちょっと、生きてる方が迷惑だってこと分かってないの。やだ、ほんと無神経な女。生きててすみません。あなた寺にでも入ったら、そのねじくれまくってひん曲がった根性を座禅と精進料理で叩き直してきなさいよ。お寺ですね。考えておきます。親があんなんだから、このゴミみたいな娘が生まれたのね。両親は立派な人ですよ。定年間際のくせに夫婦して事務員だなんて、恥ずかしくないのかしら。よく街を歩けるわね。なるべく出歩かないように言っておきますね。弟さんは便利屋ですって。何が悲しくてこんな底辺の人たちと親戚付き合いしなくちゃならないのかしら。あっちもそう思ってるでしょうね。気が合いますね。あっちは私なんかと親戚になれて光栄でしょうよ。だといいんですが。そうそう、こないだ掃除用のワイパーで叩いた件だけど、誰にも言ってないわよね。言うわけないじゃないですか。絶対に言わないと約束しましたから。ならいいの。私はしつけのつもりでやってるけど、他の人や息子が知って誤解されたら困るから。ヒカルさんにも言ってません。お母さん叩き方がお上手だから普通に動けるし、バレてませんよ。1年間みっちり教育したおかげで、あなたも反抗しなくなったし、やっぱり効果があったわ。でもまだまだね、あなたへの怒りが収まらないの。そうですか。だったらもっと頑張らないとですね。そうだ、さっきテレビでやってた総理の奥さん御用達のおまんじゅう買ってきなさい、30分以内に。それは無理です。行くだけで30分かかります。行けって言ったら行け。わかりました、行ってまいります。30分以内に買ってこなかったらどうなるかわかってるわよね。今日は何で叩こうかしら。腕が鳴るわ。どうかお手柔らかに。美月です。結婚1年目で夫との仲はラブラブ。結婚前から目の位置が変とか爪の色が悪いとか、どうでもいい難癖をつけられ、性悪姑だとは分かっていましたが、実は私から同居を提案しました。義父は他界しているので、こうして3人での同居生活がスタートしたのです。このまま結婚生活を続けていく上で必ずこいつがネックになると思った私は、ある計画を立てたのです。気丈に振る舞っているように見えるかもしれませんが、目的のためとはいえ毎日のように暴力や暴言を受けているので、心も体も限界に近づいています。しかしあと少しの辛抱、このクソババアを大泣きさせてやる。数日後。ついに来たか。どうされましたか。親戚中に借金しまくってたら、本家のジジイが訴えるとか言い出した。え、大変じゃないですか。この10年1円も返してないから、さすがにバカにするなって怒ったみたい。玉の小さい男よ。返済の意思がないと思って怒っていらっしゃるんですよ。少しでも返しましょう。あんた払いなさい。ちなみにおいくらですか。800万。そんなに。年金が月にたった6万なのにどうやって返せって言うの。ヒカルさんからも毎月3万くらいもらってますよね。足りないのよ。また協定ですか。今も負けちゃってさ、2番手が絶対来ると思ったのに。あいつんち燃やしてやろうか。やめましょう。裁判になれば絶対負ける。800万どうにかして。そんなこと言われても。そうだ、あんたの実家燃やすのはどう。なぜ基本燃やすスタンスなんですか。両親のどっちかが燃えれば保険金降りるでしょ。恐ろしいこと。
どうせ貧乏人とボロ屋が燃えたところで誰も悲しみはしないって。でもお母さんはうちの実家とは付き合いもしたくないと言って場所すら知らないですよね。こないだ貧乏人が張り切ったか見え張ったかでカニ送ってきたでしょ。あれ美味しかったですよね。その時の送り状の住所なんとなく覚えてる。変なことするのやめましょう。民事裁判が刑事裁判になっちゃいますよ。あんたの親と私は付き合いがないんだからバレるわけないでしょ。あんたは私の奴隷だから口外しないと信じてる。さすがに実の両親が狙われてるのに黙ってるほどお人よしじゃありません。私の言うことは絶対そう教えたでしょ。そうですが、とにかく金を作らなきゃならないの。あと何レースかしたらすぐに5万振り込んで。え？急いでよ。次こそは2号艇が絶対来るんだから。はい、わかりました。数時間後。あれ、あんたどこよ。私が帰ってきたのよ。三つ指ついて出迎えろっていつも言ってるじゃない。うるせえな。何が三つ指だよ。そんなについてほしけりゃ鼻の中に何本でも突っ込んでやるよ。ちょっと、あんた誰に向かってそんなこと言ってるのか分かってる？ハルヨね。クソババアのハルヨ。まあ、なんてこと。あんた本当にやったね。何が？マッチ持って人ん家の前でうろうろして男の人に注意されたら走って逃げたでしょ。なんであんたが知ってんのよ。注意したのうちの父だから。え？犯罪者が行くかもしれないから注意してって電話したの。近所見回りしてたら全然関係ない家の前でマッチする音をしてたって。え、あのボロ屋があんたの実家じゃないの？違うけど。あそこら辺で一番古くて汚い家見つけてあんたの旧姓と名字も同じだったから間違いなくそこだと思ったのに。玄関前に置いてた古紙回収用の新聞に火がついたらしいよ。え、やっちまったね。これ重罪だよ。わかってる？いや、無事なんでしょ。だったら平気よ。平気じゃないんだよ。あんた確実に捕まるから。助けろ。主を助けるのは奴隷の仕事だろ。何が奴隷だよ。フリだよ、フリ。は？あんたの暴力と暴言の証拠をたんまり取るために虐げられたフリしてただけ。そんな証拠って何よ。音声、動画、写真に診断書全部あるよ。捨てろ。今すぐ燃やせ。嫁いびりの証拠が DVD14 枚分あるので親戚に見せちゃうね。ダメ。あ、悪いけど遅いんだわ。もう上映会始まってるから。何よそれ。本家の大きなテレビで1枚目から再生中。本家のおばさまったら私がワイパーで殴られてるシーンで泣いてくれてる。耐えた甲斐があったわ。ありがたい。すぐに止めろ。消しなさい。 LINE のスクショも物悲しい BGM つけて収録してあるのよ。何度見ても泣けるわ。あんた、だから言い返さなかったのね。あんたから暴言を引き出すのにはおだてないとね。こんなことして息子が黙ってると思うの？母親を晒し者にしてあの子に離婚されるわよ。ヒカルさんも一緒に見てるから。え？怒られちゃいました。1年も一人でこんなに辛いことに耐えてバカじゃないのかって。どうしよう、ヒカルまで。私結婚前の挨拶であんたから言われた一言で全部察したんだよね。このままこいつと身内でいたら将来とんでもないことになるから多少荒領事でも縁切りしなくちゃって。私何か言った？私が墓に入るまで結婚したことを後悔させてやるって言ったんだよ。覚えてないわ。ああ無理無理って思った。だから1年間耐えて証拠揃えて親戚にばらまいて居場所なくして捨てよって思ったの。貧乏育ちの奴隷のくせに孤弱な。なんかずっと勘違いしてるけどうちの実家貧乏じゃないから。嘘つけ。事務員とか貧乏に決まってるだろ。父は事務員じゃなくって事務次官だよ。は？母はスポーツ事務経営。ジムジム言ってたからごっちゃになったのかな。頭弱いから仕方ないもんね。だって事務次官を事務員と間違えちゃうくらいアホだもんね。何よ事務次官って、聞いたことないわそんな仕事。己の無知を堂々と逆切れしてひけらかすはるよ。なんて哀れ。いいからさっさと教えろ。厚生省とか財務省とかあるでしょ。大臣や副大臣や政務官がいてその下だね。ほら下っ端じゃない。
省庁の公務員の中じゃトップだよ。え、何も知らないんだから喋るなよ。バカが漏れちゃうよ。母親のジムだってどうせババアが集まる年寄りの行くような場みたいなもんでしょ。20店舗ほど展開してますけど。でもほら、弟はポンコツでしょ。便利屋とかくだらない仕事して。それもあんたの勘違いね。弟は便利屋じゃなくって便利士だから。何なのよ、聞いたことないことばっかり言うな。便利士は知的財産に関わる専門家。説明聞いてもわからない。特許とか商標とかあるでしょ。そういうのの出願したりサポートしたりすんの。収入はいいの？独立してるからね、かなり稼いでるよ。貧乏一家じゃなかった。ああ、ちょっと待ってて、 DVD2 本目に変わるから。もうやめてってば。2本目が一番すごいんだよ。ほら、お風呂に沈めたことあったでしょ。あれあれ、あんなの見られたら終わる。これ警察にも見せるし、民事でも訴えるから。はっ、私が親戚から裁判を起こされそうになってるの知ってるでしょ。起こされそうじゃなくて確実に起こすから心配すんな。家族を訴えるなんてあんたら全員おかしいわよ。おかしいのはお前だろ。と、総勢12名の親戚の方々からの総ツッコミをいただきました。わかった、私が悪かったわ。とりあえずその DVD とやらを持って帰ってきなさい。は？帰らないし。あんたらの家はここでしょ。母が使ってないマンションを一部屋譲ってくれると言うからそっちに住むことにしたの。私を置いてく気？最初からあんたとは1年だけの関係って決めてたしね。まあここまでやられるとは思ってなかったけど。もう何もしないから。信用しない。あんたを成敗するために子供も作らなかったのよ。孫なんて生まれた日には鬼婆に何されるか分かったもんじゃないからね。一緒に借金返してよ。一人じゃ無理よ。まだ62歳でしょ。競輪行く体力もあれば火事場から走って逃げる元気もあるんだから、仕事選ばなきゃやっていけるよ。働く？この私が？冗談じゃない。じゃあ逃げてれば一生一人で誰からも相手にされず残りの人生過ごしなよ。ねえ、なんだかんだこの1年楽しかったわよね。あんただけね。義理とはいえ情くらいあるでしょ。ない。顕微鏡で見ても絶対ない。光と話をさせて。ブロックと着信拒否完了してる。終わった。じゃあね、3本目見るからもう LINE してくんな。1ヶ月後。ハリオがしたこと本当にすまなかったね。私の独断で勝手なことをしてこちらこそすみません。君はハリオにいくら請求したんだ？精神的苦痛の代償と医療費で200万ほど。ちと安すぎやしないか？そうなんですけど、ボヤ騒ぎの件で逮捕されちゃったでしょ。請求したところで親戚の800万もあるし現実的に取るのは難しいだろうって弁護士さんが。そうか、家の売却は進んでるのか？はい、ヒカルさんが不動産屋さんと話してて来月には取り壊して更地にして売るそうです。そのお金で親戚には返済すると言っています。ヒカルの親父が嫁に残すとろくなことにならないとヒカルに生前贈与していたのが功を奏したな。本当はお母さんの土地じゃないのでヒカルさんが返済するのは違うんですが、親戚に迷惑はかけられないと。あんな親のせいでヒカルも大変だろうが、生活に困ってるやつも何人かいるんだ。だから助かるよ。また落ち着いたらご挨拶に伺います。しかし DVD の7本目は笑ったな。あれはおまけです。君は面白い嫁さんだ。春用ドッキリ集他にもまだまだあるんで、そのうち持っていきますね。ゴキブリのおもちゃで腰抜かす春よ、窓越しの貞子に腰抜かす春よ、50回目の無言電話にビビる春よ。あれ、おじさん寝ちゃったかな。また伺います。